長州山は、御嶽山系のアテラ山地にある標高1982メートルの山。山体は、岐阜県中津川市と長野県木祖郡大滝村にまたがる。山頂から北側に、御嶽山の大きな山陽を望むことができ、日本二百名山、岐阜百山及び、新州百名山に選定されている。 JR 東海高山本線下路駅の東1 4 4トルに位置する。山域は岐阜県の浦木祖県立自然公園及び水源観葉保安林に指定されている。山頂には天明、小州山の二等三角点が設置されている。アテラ断層によって形成された山と考えられている。山の上部にはエボシガンやヨロイワなどの巨石が点在し、 山頂の南西1 5トルには、ガブト岩と呼ばれる巨石のピークがある。小集山北西斜面に分布する流門岩質洋岩は、小集山流門岩と呼ばれている。木曽川の支流である白川及び大,大滝川の源流の山である。山頂から西に白山と東に中央アルプス、中央アルプス越しに南アルプスを望むことができる。山頂は、 なだらかな高原状となっていて遠方から同定しにくい山である。御嶽山の南側にあるアテラ山地の最高峰である。山頂は御嶽山を間近に望む絶好の展望台として知られていて年間5000人を超える登山者が訪れる。2011年7月3日に開設された山頂避難小屋従来は旧カシ村の乙女渓谷からの見客者向きの 登山道のみであったが、2006年頃に、長野県の大滝村川の白川林道から、新しい登山道が開設され、これが、山頂に至る最短ルートである。麓の旧鹿島村にある鹿島中学校では、1960年代頃から、ふるさと学習として、小集山登山の学校行事が続けられている。山頂には2010年7月3日に、 中津川市により開設された山頂避難小屋がある。二の谷のルート、中津川市菓子の乙女渓谷キャンプ場が二の谷のルートの登山口となっている。ねじれ滝、和合の滝、夫婦滝までは地元産木材を利用した海岸上の遊歩道が整備されている。途中に展望台と二の谷避難小屋がある。夫婦滝の先には小滝と孫滝があり、孫滝が ルート上の最終水場となる。その先には、カモシカワタリと呼ばれる、キューやセオネがある。ガブト岩と呼ばれる巨石のピークの手前で、3の谷ルートとの合流点がある。ガブト岩の先は、第一高原、第二高原、第三高原と呼ばれる、平坦な場所がある。3の谷のルート、中津川市カシモの乙女渓谷キャンプ場の先、元谷に沿った林道を登っていくと、 三の谷の手前に、英林所の小屋がある。尾根に取り付く三の谷のルートの登山口となっている。登山道の下部は、新葉樹の植林地となっている。木曽越峠からのルート、白須峠からのルート、長野県の大滝村側からの白川林道の、白須峠の600メートルほど北側に登山口がある。小周山山頂から東に伸びる尾根に沿った、新しい登山道である。 2010年に避難小屋が開設された。乙女渓谷には乙女渓谷キャンプ場がある。登山ルート上にはキャンプ指定地はない。山頂付近は熊笹の笹原と新葉樹が混じる。山腹はヒノキなどの植林地が多く、落葉紅葉樹が点在する。山頂付近には梅鉢草、御前立花、小梅渓草、つくばね草、つまとり草、 マイズル草など植物が自生している。春に赤やを、大山蓮華、初夏にサラサドウダン、タマアジサイ、白山シャクナゲ、本シャクナゲなどの樹木の花が見られる。山域ではササユリ、リンドウなどの花やオオルリ、ジョウビタキ、ヒガラ、ヤマガラなどの野鳥が見られる。山頂でおジョが動き回る姿を見られることがある。 E19 中央自動車道中津川インターチェンジの北北西 35.2km に位置するアテラ山地の最高峰である大滝川を挟んで北側には御嶽山が退治している東側には木曽川を挟んで木曽山脈が退治している小州山の南のカブト岩のピークでアテラ山地の塩根が南に分岐する岐阜県と長野県境のアテラ山地の塩根は カブト岩から白須峠を経て、高村山、井手の工事山、奥山貝岳へと伸びる。中央アルプスの風越山から望む、奥山貝岳と周辺のアテラ山地の山並み、小州山の北側には、御岳山がある。木曽川を挟んで東に、中央アルプスが退治している。小州山の二の谷ルートにある、夫婦滝以下の木曽川水系の源流となる河川は、伊勢湾へ流れる。 御嶽山の南に位置する、なだらかな山頂の山陽である。ありがとうございます。